阿波山城神社は、茨城県東茨城郡白里町阿波山にある神社。高牧明神を別名がある。縁儀式神明町の阿波山城神社に否定されている。旧社格は豪社。例祭は4月15日。阿波山城神社は、白里町北部の桂地区にある。境内の西側に沿うように、 国道123号が通っている。山上を関する社名にもかかわらず、一帯は、中川と桂川に挟まれた平地である。神社各六に、古老伝言、昔もの大仙村小ため上もみ山、阿波の村小田目市ももみ山、ほこら即在二村の上、小ほこら、夕阿波山城の章、確かとあり、もみ山の上下に家村のうち、上もみ山に鎮座していたことから、 阿波三条神社の章が生じたという公費が記されている。この伝承に基づけば、社名にはもともと三条の意は含まれていない。阿波は、縁起式神明町の阿波三条神社のほか、和名類受賞の中郡阿波里にも見える古い地名である。日立国風土記の長郡の城にある、自軍東北郷族が鹿毛騎下の、賊川、中川の別名であり、 これは、泡里を通ることにちなんだものとされている。阿泡号は、現在の、阿泡山と、南隣の、族を合わせた地域と考えられている。新編日立国史に、絶年国に泡を生ぜしところなりととあり、日立国における泡の発祥の地という伝承がある。新編日立国史に、従来、この地一体は、族栽培の公的地であることから、族と呼ばれていたが、 好辞令を受けて、阿波の二字を借りたという考察がある。中世以降の文献資料には、依然として、俗の字を含んだ地名が見られる。昌平十年、佐竹義康によりこの地に封じられた、佐竹義隆は、大山氏を名乗り、島城の丘陵にある大山城を館としたが、大仙は、もみ山の天下であるという。また、この地にいた、佐竹義盛の弟義勇は、 俗お阪部大輔を称し、俗伝と呼ばれていた。なお、大仙は、江戸時代末期に、阿波山村と改称されるまで旧村名となった。一の鳥居。左手側には、国道123号が通っている。八幡神社、富士神社、暴走神社、天馬神社、天老神社、伊勢神明社、稲荷神社、東昇天馬神社の発車がある。 伊勢神明社と、東昇天馬神社を記載していない資料もある。社殿によると、大宝元年の創建という、日本三大実録の巻十九、忍那二年十二月九日期中に、樹日立国十五位下阿波神十五位上とあり、阿波神として、十五位上に奨状した。演技式神明庁では、日立国長郡七座のうちの勝者、阿波三条神社として記載された。 旧桂村には同じく、日立国長軍の勝者、石船神社がある。憲法4年、新蘭が、当地にあった阿弥陀寺を頼って、大戦争案を結び、日立奥軍の不況伝道の地としたという。参道の入り口に、大戦争案後の石碑と由来を記した案内板があり、延命寺蔵村が安置されている。遠徳二年、大田城主の佐竹義春が、 関心により孫根次郎に追われた時に、当社に戦勝を祈願したという伝承がある。祈春は神徳を感じて、正月に門松を飾らない氏子の監修に従ったという。中近世にかけて、歴代領主により数計を受けた。天武島の乱では、当社の境内で戦闘が行われた。近代社格制度においては、豪社に列した。ありがとうございます。